運気のことちまちま気にするより、とか、これ本当皆さん最強ですから。運気を上回るぐらいのパワーがある。もう最強だと思ってください。プチ整形をしようと思っているんですが、やるとしたらどの月がいいでしょうか。後悔しやすいので、やんなきゃよかったってなっちゃうんで。プチ整形をしようと思っているんですが、乱気の月なので、やめておいた方がいいでしょうか。やるとしたらどの月がいいでしょうか。無理してやらなくてもいいと思うんですが、では枝豆さんを見まして、金の宝座か、一応宝座と2024年は運気がいいので、一応問題ないと思います。で、乱気の月なんですが、決断が運気いいタイミングだとそこまで悪くはならないんですが、乱気の月のメスだとちょっとイメージと違うかもしれないですよ。出来上がったら怖いこと言いますね。期待と外れるって出てるんで、例えば二重にする、思ってた二重と違ったよとか。なるほど。なる。まあ、整形にせよ何にせよ、そういうタイミングであると。そろそろ見慣れた顔がちょっとね、変わるわけですから、その覚悟ができるならした方がいいと思いますけど、で、方法って後悔しやすいので、やんなきゃよかったってなっちゃうんで、もし、根は臆病なので、もしやんなくてよかったら別にしなくてもいいと思います。うん、なるほど、はい。メイクで頑張った方がいいですよ。ね、メイクでいくらでも化けますから。可愛いは作れる。なんで小声で言うんですか。続いてこの方です。てんてこまいこさんです。私は悪く言えば適当、悪く言わなくても適当な30代女性です。人に言わせると真面目らしいですが、妙なこだわりがあるだけで結構ズボラです。そんな私のもとにこの春子供が生まれました。適当な私でも初めての育児にこれでいいのかなともやもやしてしまいがちです。また、来年には仕事へ復帰する予定です。育児に家事に仕事をこなしつつ、一家三人が笑顔で暮らすにはどうしたらいいでしょうか。はい、ではではお電話つながってますでしょうか。もしもし、てんてこまいこさん。どうもこんばんは。どうもゲッターズ井田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではでは占いますので少々お待ちください。はーい。ズボラとね、書いてくださってますけど、どのあたりが思い当たる節あります、はい、子育てとかなんですけど、はい、育児本とかを見てるとかえってわーってなりそうなので、まあなんか、まあその辺のものとか、まあちょっと、ちょっと汚いかもしれないけど舐めちゃっても大丈夫大丈夫みたいな、風邪ひいといた方がいいでしょうみたいなところとかはズボラっぽいんですけど、でもメールにも書いたんですが、妙なところがちょっとこだわりがあって、すごいくしゃみしてるから一生懸命掃除しなきゃとか、すごい思い詰めてしまうところもあったりして、じゃあそういうところが周りの方に言わせると真面目だねというポイントなんですかね。そうですね、多分ちょっとなんか気が結構こだわっちゃうと、こう手が抜けなかったりもするし、なんかこう極端というか、でも確かに育児本をしっかり読んでいらっしゃるところとか、真面目な片鱗も感じますけれどもね。そうなんですかね。でも確かに子育て想像になってしまいますけれども、例えば周りの方からのアドバイスだったり、ネットからの情報だったり、いろいろと言ってること違うじゃんっていう時、てんてこまいこさんどうされるんですか？どれを取っていいのか分かんなくって、で、なんかどれもいい感じがしちゃって、素直に受け止めちゃって、パニックになるというか、なんか、もともと結構不安症だったりとか焦っちゃうところもあって、言われたことできてないけど大丈夫とか、大丈夫って、なんか子供の反応が一番なのに、そっちのアドバイスばっか見ちゃって、あ、大丈夫かしら私みたいな、なってしまうところもあります。なるほどね。ご主人の、お力はいかがでしょう、子育て。そうですね、溺愛していて、もうメロメロで、そしてあと私のこともすごくこう気遣ってくれて、家事とかもやってくれるんですけど、かえって頑張りすぎてちょっと、私が産後1、2ヶ月ぐらいの時にかえって主人がちょっと倒れちゃうみたいな、具合悪くなっちゃって、かえって大丈夫って私が頑張んなきゃかなと思ったりとか。ご主人もね、真面目な感じしますけど、ご主人から見て、てんてこまいこさんはズボラなように映ってるんですかね。いや、手を抜きなさいって言われます。ではでは、てんてこまいこさん占いまして、もともと頑張り屋さん、真面目なところを持ってるので、
あと理屈、理論が好きなので、なぜこれがこうなのかっていうのを探求したい人たちはもともと持ってるんですが、確かに根はいい加減ですね。幼少の時になんとかなるやで生きてるタイプなので、どっかなんとかなるかなーっていうので、で、本当になんとかなるタイプなので、そのままで十分大丈夫だと思います。いや、よかった。逆に頑張ろうとしすぎると疲れてしまうと思うので、大丈夫、大体なんとかなりますからね、お子さんもね。でも確かに、ご主人の方が心配ですね。頑固、まっすぐ、超真面目なので、で、妙に飲み込むので、言い返さないとか、反発しないですもんね、あんまり。そうなんです。大丈夫ってすごい逆に聞いちゃいます。はい、ご主人溜めて溜めて爆発するタイプなので。あー、やだ、怖い。なので、時々ガス抜きじゃないですけど、なんか嫌なことあるとか聞いてあげて抜いてあげた方がいいと思います。はい、で、てんてこまいこさんは一応ストレスさん、匂いとかが大事なので、香水とか、まあ、アロマとか、まあ、お子さんで難しかったら、入浴剤とか。なるほど。そういうの少し楽しんでみると気持ちが少し楽になると思いますし。はい。あと心が、16歳から全く成長してないので、てんてこまいこさんも、もう、なんか高校生みたいな感じでずっと生きていくので、はい、子供と本当いい、お母さん、いい友達、ママ友達みたいな、なんか友達みたいな感じな親子になるので、共に頑張ろうみたいになると思いますので、いい親子になると思いますよ。ですか。なんか私も子供もなんか前ゲッターズさんがなんか羅針盤ってすごく育ってにくいっていうお話をされてたんですけど、そう、どっちも羅針盤なんですよ。そうですね。羅針盤、金の羅針盤で言われた通りにやるっていう部分で、はい、なんだろう、マイナスに捉えすぎるところがあるので、特にお子さんとてんてこまいこさんって、はい、天の弱持ってるので、そうなんだ、素直なんですけど素直にひねくれることもあるので。素直にひねくれるとは。なんか、まあ、恥ずかしがるということなんですけどね。嬉しいんだけど嬉しくないみたいな態度取ったりとか、逆のことするので、特にお子さんは、その出やすいので、嬉しい時に嬉しいよって、ちゃんと喜んだ方がいいよって教えるといいと思います。なるほど。はい、二人とも、はい、お子さんのところに芸術系の才能を持ってるので。本当ですか？はい。それ聞こうと思ってました。女優とか、娘さんですから女優になるかもしれないですよ。女優？すごい。女優とか、あとデザイナーとかの才能あるんで、早めに絵とか、なんかそういったものを習わせたりすると、より才能を開花すると思います。はい、あと、てんてこまいこさん、お金の管理が下手くそなので。え？頑張ってるのに。はい。ご主人の方がキチキチしてるんで。え？逆だと思ってました。本当、ご主人多分小銭が好きなので、てんてこまいこさんは急にわけわからんものにお金使う癖あるんで、そこだけ気をつけてください。はい。最後はちょっと夫の健康運がちょっと気になるところがあって、はい、以前ちょっと病気をしたことがあって、大丈夫かなーって。お酒と冷えが要注意が出てまして、うわ、昨年、3年前要注意と昨年が出てて、今、今年来年さらにしばらく大丈夫だと思いますので、はい、問題ないと思います。ありがとうございます。独自の健康法だけにハマって、これだけやればいいと言い始めるんで、それだけに偏らせないようにしておいてください。はい、はい。なんかやってますか、ご主人。ヤクルトだけ飲めばと、このサプリ飲めばいいと言い始めるんで。ひたすら、サラダチキンを食べればいいっていう。よくね、それが原因かもしれないので。サラダチキンだけでダメだよって言って、サラダチキンもいいんだけどねって言って、こっち戻ろうっていろいろ進めてください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。いや、素直なひねくれっていうのは難しいですね、なかなか。恥ずかしがるから、なんだろう、逆のこと、嬉しいけどついつい別にこれでいらない、使わないしみたいな言っちゃったりする人がいるので、うん、子供っぽさが出ると損しますので。天の弱でいいことなんか何もないですからね。ほんと素直に喜んで、素直になんか、わって嬉しいって言った方が、勝手に幸せになりますから、皆さん素直に行きましょう。はい、言葉にすることも大事ですね。はい、大事ですね。はい。運気も大切ですが、陽気な方がもっと大切。これも昨日のみってよくお店あるんですけど、はい、めちゃくちゃ陽気な人がいるんですよ、うん、酔っ払ってるのもあるんですけど、陽気最強ですよ。なんかその人いるおかげでみんな楽しいし、なんか何喋ったか覚えてないけど、いい一日だったみたいに思えるんで、運気のことちまちま気にするよりも明るいとか、何に言ってもなんか別にへこたれないとか、陽気さ、これ本当皆さん最強ですから。運気を上回るぐらいのパワーがある。明るいと陽気はもう最強だと思ってください。それはもういろんな人見てますけども。確かに嫌な気持ちになる場面って陽気で、ね、あんまりないかもしれませんね。明るいなってなると、
さんまさんとかそうですもんね。明るいし、現実あっても変わらないから、パワーもらっちゃいますもんね、勝手に。陽気を絵に描いたようなリーダーの方ですからね。いますから。常に陽気を皆さん意識してください。はい。はい、開運ワンポイントアドバイスでした。